突然ですが、だらっと格闘雑談チャンネルのお時間です。本日も何かしながらお聞きください。昨日は時間が取れなくてできませんでした。石渡選手がですね、YouTube でライブやりまして、100分ぐらいの時間だったんですが、それをね、アーカイブに残っておりませんので、私見てましたので、ちょっと覚えてる限りね、話をしていこうかなというふうに思います。はい、まずですね、この間のバンタム級の組み合わせ抽選会の会場で呼び込みがライジン男塾塾長だったんですが、覚えてる人いますでしょうか。まあそこでですね、その印象を聞かれたんですが、まあ普段ね四天王って呼ばれてますが、まあそれよりはね嬉しいというふうに言ってました。まあしかしですね、登る侍の庄司選手いますよね、が過去にドンフライ高山戦の画像付きで、まあツイッターでそれつけてコメントが、雷神男塾塾長を目指したいっていう風にツイートしてて、で杉山静香選手が庄司選手とコラボした時にも男塾塾長っていう風にね庄司選手のことを呼んでたんですね。なんですが、まあ一応ね公式の場でそれがね、その司会の方の台本に書かれたものか、アドリブで言ったものかは分かりませんが、一応ね場としては公式な場で呼ばれてしまいましたので、まあ庄司選手ちょっと残念でしたということで、さすがにこのキャッチコピー被ることないと思いますんで、まあ男塾塾長は石渡選手のものになったなというふうに思って見てました。はい、そしてね東京大阪大会決まってないんですが、ほぼ間違いなく東京だと勝手に思っているというふうに言ってましたが、まあ、ちょうど隣にいましたね。はい、浩二選手がまあメインでね大阪大会の方をやるということで、まあそれに対しての、疑問などもいろいろある人もいると思うんですが、まあそれは一旦さておき、浩二選手がまあ試合にね出るということで、チケットはね、まあ、浩二選手でほぼほぼ売れてしまうと思うんで、であとはまあペーパービューをねでも売らなきゃいけないんで、結構ね自由なマッチメイクじゃないな、試合を大阪大会に持ってこれるんじゃないかなというふうに思うんですよね。でさすがにペーパービューはねコアなファンしか買わないと思いますんで、だってねこの間の、格闘技全然興味ない人にですね、まあタケル戦レオナペタス戦で見たすごかったねって言っても全然何の話かね分かってなかったですからね。それよりなんかもののけ半島に朝倉海くんが出てたとか、なんか逃走中見たとか、なんかそういう話されて、こっちはちょっとポカーンっていう感じでしたが、結構ねやっぱ格闘ファンとそれ以外の人では隔たりがあると思うんで、まあ浩二選手がねそれでメインに入ったおかげでですね、まあ他にね自由な試合を持ってこれて、まあバランスの取れたね大会自体で見ると試合も組めるのかなというふうには思いましたね。そして朝倉海選手にも勝てますかということなんですが、優勝するためにやってるのでということですね。あ、それでちょっと受けたのが、小木チャンネルね、大井久保選手のやってる小木チャンネルはライバル視してますかっていう質問に対しては、まあしてないって言ってました。まあライバル視はしてないんですが、この後ねちょっとバチバチのね展開に入っていくので、そこちょっとお楽しみにして聞いてください。はい、そしてね入場曲のファイアーボールのスーパースターですね、かませなんせこの人生一度だけですよね。であれはまあ先輩に決めてもらったということみたいです。最初はいまいちだと思ったけど、まあ、今はねこれ以外考えられないという風なねところまで来ていると。でムエタイ三冠王の同じね YouTube のメンバーでもある宮城俊介選手が、まあ、スーパースターといえばね、まあ、石渡さんしか考えられないという風に言ってたんですが、いやいやちょっと待ってくれと、皆さんもねもう一人いますよね当然。はい、本日ね早くも2度目の登場の浩二選手ですが、もちろんね違う曲ではあるんですが、このねスーパースターの使用権をかけてですね拳で決着つけてほしいというふうに思いました。どっちが本当のスーパースターで、どっちがスープパスタなのか。はい、そして元谷選手と岡田亮選手の勝敗予想なんですが、ここはですね元谷選手の調子次第ということです。はい、2回戦誰とやりたいですかという質問に対しては、まあないと、とにかく優勝するというふうにおっしゃってたんですが、はい、こっちはちょっと岡田亮選手の話になってしまうんですが、ファミリータイムさんとねコラボなさってまして、まあ2回戦は石渡選手と井上選手の勝った方とやりたいと、まあ強いのとやらないと意味がないということで、まあこれでもしね井上選手が来たら、大木久保選手は佐々木うるか選手に対戦表明されて、けどうるか選手が結局ねワンマッチだったらできるけど、トーナメントをねやり遂げるようなちょっと内臓の調子にないので、減量がちょっとできないのでフェザー級に上げますと言って、まあ、リングでね佐々木うるか選手も言ってしまいましたからね、やりたいと、けど結局できないので大木久保選手は、まあ、うるかにムカついてるので、まあ、弟分のね井上でもぶっ倒すかと、あと強いやつが井上選手ぐらいしかねこの中だったらいないんで、まあ、四天王の中でね、まあ、最強でしたからね、最強ですからね一応ね、まあ、判定だったとはいえ、
まあ、なのでこの図式はですね、でその弟分のね井上直樹選手とやりたかったっていうことで、なのでこの図式といえばパラエストラ千葉ネットワーク VS 井上佐々木うるか選手の所属するセラロンゴファイトチームというふうにもなっていくのかなというふうに、まあ一見見えるんですが、でもアルジャメインいるもんね。そうだね、 UFC バンタム級のね反則勝ちとはいえピョートル・ヤン選手をね倒してバンタム級王者になりましたので、まあやめときましょうか。個人と個人の戦いがたまたま同じジムだったって図式に戻しましょう。じゃあここは、はい、まあさすがにちょっとね反則級ですので、そこはで、斉藤選手 VS 朝倉未来選手再戦したら KO ですよねっていう風に、コメントついて、それに対してはですね、まあ前回よりいい結果は出ると思うと言ってました。はい、前回はね判定で斉藤チャンピオンが勝ったんですが、それよりはいい結果が出ると思うということで、まあ、あの試合の振り返りをやってさらに弱点を見つけたのか、今でも研究して弱点を見続けているのかは分かりませんが、相当自信があるみたいに語っておりました。はい、そしてね大木久保選手の似顔絵小木チャンネルのね、まあ、T シャツとかねデザインに散々ね使用されてますが、角丸先生ですよね、牧場王とかね、個人的にはサバイビーって漫画が大好きでしたが、すぐ終わっちゃいましたね。で、角丸先生に似顔絵描いてほしいですかという質問に対しては欲しいと言ってました。で、広田先輩に、石渡が、まあ、牧場王の騎手と散々言われてたらしくてですね、まあ、広田先輩は多分広田瑞希元ディープライト級チャンピオンの話だと思うんですが、でそれがきっかけでリングでね名前コールされた時の、あの足をね足かきポーズありますよね、まあ、レイジングブルみたいなね怒ったお牛みたいにグッグッてやるじゃないですか。あれ実はその牧場王の騎手に似ていると言われたことから、やり始めたっていうのはね元ネタみたいです。ちなみにですね、どんぐらい似てるかっていうと、牧場王の騎手これねもうマジでガチでめちゃ似てます。はい、これはね私が書いたものですが、山本勘介騎手っていうんですが、これね私が書いたのでちょっといまいちかなと思う人もねいると思うんですが、そういう人はねちょっと自分でまた調べ直してください。あの本物の画像を見るとマジでめちゃくちゃ似てますんで、はい。そして YouTube 始めたことに対しては素直に楽しいと言ってました。なんかそんな感じすごい伝わってきますよね。はい、今ではなんか自分のふざけた部分を YouTube で隠しきれなくなってきたっていうね、ツイートも以前してましたし、ただね練習量減らしてないので、まあ YouTube やってるせいでとかそういうのはね全然ないって言ってたんですが、これね結構いろんなところで聞きましてね、当初 YouTube をね格闘家の人が始めたばっかりの時に練習量全然減らしてなくて、まあ余った時間でやってるんで、大丈夫だよって言うんですが、結構ねやっぱ気持ち持ってかれてしまうものなので、練習前はね SNS 立ちした方がいいのかなと、まあ余計なお世話かもしれませんがというふうに思いました。まだねでもね格闘家の人が YouTube 始めてっていう歴史も浅くて、なんかこういうのってデータが平均化するのに2000回ぐらい取ると、あとその後1万回やっても2万回やっても同じらしいんで、まあ、2000回はさすがに取ってないんで、たまたまね YouTube やってる人が負け続けたとかそういうこともありますんで、まだちょっとわからないといった感じですね。ただね今 YouTube やってない人の方がね主要な格闘家で珍しいぐらいになってきたのでね、 YouTube やってる者同士が戦うとかもあるんでね、うん、まあ関係ないといえば関係ないんですかね。はい、そして減量はあと8キロでとても順調だということです。で私がねちょっとこれいいなという思ったエピソードがあったんですが、610円のねスパチャをしてくださった方がいまして、で宮城選手がちょっとその中であのコメディキャラというか、コメディ担当なので、そこでまあ610円分の一発ギャグやりますっつって、まあやってくれたんですね。で次は3000円ぐらいもらえたらもっと面白いのやるって言ったらですね、石渡選手が、まあ、金額でそういうの言うのやめろと、まあ、品がないよお前って言って、それ聞いて石渡選手もともと好きでしたが、もっと好きになりました。めちゃ好きになりました。はい、私もねこういう感覚あるんですが、でもやっぱ例えばですが、新入社員で入ったとして、で初日にその上司とかがそういうこと言った時に、やっぱいさめることはそれぐらいじゃできないじゃないですか。そういうの良くないですよとか言えないじゃないですか。そのグループのねやっぱ長の人がこういうしっかりした考えを持ってるっていうのはね、まあ非常にいいと思いましたね。そもそもこの YouTube 始めたのも、まあ自分をね知ってほしいっていうのもあるけど、あとその宮城俊介選手と、あと原虎鉄選手が同じね MMA ファイターで後輩として、まあメンバーとかメンバー兼スタッフで入ってるんですが、この2人がまあ YouTube でちょっとね稼ぎあれば、格闘技一本にね専念させてあげることもできると思うからっていう理由もあったみたいで、まあやっぱね非常に男ですよね。まあ男乗せられますね、石渡選手には一緒に見てて。うん、で対するね小木ちゃんはねちょっと筋肉マンみたいなところありますよね。普段はちょっとコメディチックなんだけど、試合になると急に超男乗せられるっていうところはね、ちょっと私は魅力的かなというふうに思ってます。
はい、そしてねこの小木ちゃんとのね話題なんですが、大木久保選手なんですが、小木チャンネルとのコラボお願いしますと、まあ、また来たんですが、そしたらですね石渡選手なんと斉藤チャンピオンにカメハメハ打たした時点で、まあ、絶縁しましたと、結構なんかガチめに言ってまして、これは、はい、なのでコラボはありませんときっぱり、まあ、ファンなんで両方ちょっとマジか残念っていう感じでもあったんですが、でもやるとなったら誰よりもすごいカメハメハ打ちますと、もまあちょっと冗談マジなところもあったんですが、基本ねこれ多分マジだと思います。はい、サイトチャンピオンにカメハメハ打たした時点で絶縁ということで、でこれをですねさらにその後に、まあ、大井久保選手が、まあ、YouTube ライブやったんですね。まあ、2時からなんか知り合いと煮干しラーメン食べに行くのに、待ち合わせまであと20分ぐらいあるんで家出るまでちょっとやりますとか言って、これをチクった人がいたんですよ。石渡選手がなんか絶縁するって言ってましたよって。私はねこれいつも思うけど、チクるやつが一番悪いと思います。はい、本人は別に知らなきゃねそれで一生終わってくんですが、まあこの SNS の時代なんでしょうがないんですが、友達とかでもいますよね。自分が関係ないところでお前のことあいつがこうやって言ってたよとかで、自分は手下さないじゃないですか。で2人が揉めてるのをちょっと見て、こいつ喜ぼうとしてるのかなみたいなのがあるんで、まあ、全然私はそのチクる気はない、あの私だったら絶対チクりませんが、結構ねこのチクリがあるんですよね、この SNS だと。でそれでチクった人がいて、で大井久保選手がどういう反応したかっていうと、今たまたまね向かって右側の口角がちょっと上がってますが、この絵がでもうちょっと上げて、へっって言ってました。多分全然気にしてないっていう感じですね。へっって言ってましたね。はい、それでまあその一言で終わりだったんですが、まあそれはそうですよ、だって同じね階級で戦ってて、で多分石渡選手の3歳ぐらい年上だと思うんですよ。大井久保選手が33ぐらいで石渡選手が36ぐらいだと思うんですが、それでねリングに立てば、まあお互いね一人の男として、まあそこだけでやっていかなきゃいけない関係で、まあ終わればね、そのコンフェッションとかでもね、大井久保選手が年下なんで敬語で話すっていう場面は見られるんですが、基本ねライバルでこう戦ってる者同士なんで、そんぐらいで言われたからってね、うわーマジ落ち込むなとかにはまあなんないですよね、普通に考えて。はい、でクレベル選手がね、斉藤は逃げて逃げてばっかり、逃げてる逃げてるってずっと言ってましたが、ベルトの後ろに隠れてるとかまあ言ってましたが、まあそれに対してはですね、うん、斉藤選手は逃げてないと、なんか妄想でも見えちゃってるのかなというふうに言ってました。そもそもオファーをね選ぶようなタイプじゃないと言ってましたので、まあ、クレベル選手の言うこともまあなんだろう、嘘ついてるとは思いませんが、なんて言うんだろう、そのやっぱタイトルベルトが欲しいんで、そのためにちょっと多少煽っているのかなと。どうしてもねその斉藤選手も逃げてないって言ってましたし、まあ、そんなようなニュアンスで言ってましたし、石渡選手はね今回はまあ逃げてないとはっきり言ってましたんで、そう考えると斉藤選手と石渡選手の方がちょっと信頼度高いかなというふうに私は思います。はい、そしてですね最後に、まあヘルニアの、ね、治療してましたよね。腰が悪くてちょっと離脱した時期もあったんですが、その時はですねなんと本当に毎日8時間のストレッチしたりとか、まあ、手探りでこれがどうだろういいだろうとか思いつつ、思ったのを全てねやっていくという感じで直していったそうです。はい、やっぱ根性は違いますね。まあ、あとはねちょっとワンちゃんがどうとかそういう話だったので、その辺はねその辺はちょっと省かせていただきました。はい、そして堀口恭司チャンピオンが、ツイッターでモンハンを買いましたというね、報告もいただきました。入っております。はい、そしてですね田丸拓実選手なんですが、チャンネル登録ね1000人いきましたありがとうございますっていう動画出してたんですが、その中でですねこれからどういう企画やっていこうかなっていう中の一つに、サラブレッド育成計画みたいな遺伝子ですね、自分の子供を最強にするにはどの女子スポーツ格闘家、まあ、スポーツ選手、格闘家の後にスポーツ選手って言い直してましたが、と結婚したらいいのかとか、そういうのもやっていきたいって言ってたんですが、これはねちょっと今のご時世危ないかな少し、うん、私は見る方としては、まあ、これぐらいっていうのもちょっと問題ありますが、まあ、騒ごうとは思いませんが、でもねこれってあれなんですよね、ちょっと危ういなと思っても全然炎上しない人とする人がいて、多分結構人によってもね違うんだなというふうにはね思いました。はい、ので田丸拓実選手ね今ものすごい好かれてるので大丈夫だと思いますが、ちょっと危ないかなと。はい、はい、そしてですね先ほどの石渡選手 vs 井上直樹選手の勝敗予想も田丸選手がしてまして、まあ、7-3 で井上選手かなというふうに見ているそうです。石渡選手はリズムがゆっくりなんですが、井上選手はねリズムが速くてタタタンタタタンタタタンっていう感じなので、多分石渡選手のパンチでは仕留めらんないんじゃないかな、当たらないんじゃないかなというふうな予想をしておりました。あの大振りパンチは食らわないんじゃないかなということですね。
はい、そして、まあ、金太郎選手 VS 伊藤空也選手なんですが、まあ、金太郎選手ははっきり言って過大評価されているとしながらもですね、トーナメント制す力はないと言ってましたが、まあ、体がでかいんでフィジカルさで金太郎の KO 勝ちという予想でした。はい、そしてなんとですね、ヒロ山2派選手 VS 倉本選手はですね、まあ、倉本選手を太田忍選手の上位互換としながらもですね、まあ、スタミナがないということ で山2派選手のなので判定か一本勝ちと、で柔術家がねパンチやなんや覚えていくと、まあ、めちゃくちゃな強くなるパターンにヒロ山2派選手は当てはまっているそうです。はい、そして元谷選手の調子次第で勝敗が決まると石渡選手はね、先ほど岡田亮選手との試合の勝敗予想してましたが、田丸匠選手はもともとねフライ級でしたもんね、確かにね、元谷選手で、まあ、体格っていうのもあるし、あとまあ小ずるいね岡田選手の判定勝ちと、まあ、小ずるいっていうね言い方どうなのかなっていうふうには思いますが、まあ、小ずるい岡田選手の判定勝ちで、まあ、コツコツ当てて、岡田選手がそれに相対して大雑把な元谷選手ということで岡田選手の判定勝ち予想でした。はい、そして朝倉海選手と渡辺修斗選手は 8-2 で朝倉選手の、まあ、KO 勝ちとしつつもですね、まあ、渡辺修斗選手からすると、まあ、はっきり言って組の強い扇久保選手よりはまだ勝ちやすいというふうな予想みたいです。はい、なのでワンチャンあると。はい、ということなので田丸選手ね、ちょっと格闘以外のところで神経すり減らないようによろしくお願いしますというわけで、こんな感じでやらせていただいておりますので、少しでもねいいな楽しいなと思った方がもしいらっしゃいましたら高評価をしてですね、チャンネル登録をして通知をねポチッとオンにして、また聞いてね。